あら、こんなところで見つけましたけれども、ゴールデンレーサーショー、ゴールデンコンビということで、はい、前後は決まりました？一応僕が前で、あ、ヒロさん前で、松田さんが番手で、番手で。ちょっとじゃあこういう時節なのであまり接触ができないので、ヒロトさんに少し伺うということで行かせていただきますけれども、はい、ヒロトさん的にその前で頑張りたいというのがあったんでしょうか？まあそうですね、はい、一応、はい、うん、でそれはもう本当に常々の呼吸というか、もう長、結構長くなりますよね、2人だいぶ連携してますね、うん、はい、でそれはある意味清水さん的には松浦さんが、あ、やりたがってるな、前でとか、はい、今回ちょっと自分が前の方がいいのかなみたいな肌感覚とかもあるんですか？僕はあんまりないですけど、とりあえずお互い意見言ってみてって感じですね、うん、はい、じゃあ1回はそういう、そうですね、はい、それやっぱり他のメンバー構成もあるしという、まあそうですね、うん、とか、まあ、まあその開催前に話してみてとかっていうのは多いですかね、うん、ちょっとしたところ、はい、平原さんが前、軍事が前みたいな感じで、あ、そうなんですか、うん、なんかなってたみたいです、はあ、ははあ、まあいつも戦ってるメンバーですけど、うん、決勝っぽい感じになるからですね、ちょっとそうですね、うん、しっかりワンツーできるように走りたいですけどね。それじゃあ、3日目今日時点はまたお休みになるので、今日はそう、今から寝ようと思います。もうもうね、寝ます。それじゃあ何もしないですね。この前の作った動画の後も最後お休みなさいが入ってたので、はい、では今日も広瀬さん、はい、おやすみなさい、おやすみなさい、また明日。